今季の開幕投手が決まっている、新エース左腕で仲の良かったサンドバルは、彼にドジャーブルーは似合わないけど、と冗談を交えながら、会えてよかった、長い間チームメイトだったし、いい友達だからね。彼は何でもできるし、結果も出す、そういうところに憧れている、と再会を喜んだ。21日に違法スポーツ賭博に関与した疑いなどで、解雇になった水原一平元通訳については、正直どう思うべきか本当にわからない、本当に不幸なことだと思う、と思いを口にしていた。一平とも仲良かったんやから、そんなことサンディに掴んであげてほしかった。元チームメイトで仲良かったんだからそりゃ動揺してるよな。大谷もこの3連戦は思い出が蘇って複雑な心境なんじゃないか。一平との思い出は良いことが多かったから。エンゼルス戦見てたけど、サプライズ演出見てやっぱ愛されてたんやなって思ったわ。似合わない、はサンディだからこその軽口やね。サンディのこういうジョーク言うところが好きやけど、そんな辛いことを聞いてあげないでくれ。あんまそんなの聞いてやるなよ。サンドバルにそんなこと聞いて何になるんや、辛そうやないか。サンドバルと敵味方の関係になるって自覚してしまったな。やっぱり寂しいぞ。もうその件は弁護士に任せたらええやん。大谷にも他の選手にも聞いたるなよ。WBC で対戦する前も、大谷？誰だそいつ、みたいなシャレも言ってたし、大谷のことを気にかけて情が深いんやろね。確かにワイモドジャーブルーは正直似合わんなと思う。まあエンゼルスの赤いユニを見慣れてるだけやと思うが、日ハムの頃も黒と青って感じのユニフォームだったけど、完全に赤で馴染みすぎてるのはある。正直どう思うべきか本当にわからない。本当に不幸なことだと思う。これほんま言葉選びが立派やな。感心するわ。サンドバルにとっても悲しいことやろうし何より大谷に同情するよなやっぱり。今回の件は大谷には衝撃やったやろうけど強い人間やし、社会人としても一流になっていくのを見守るで。全然無関係なワイでさえショックなんやから、サンドバルにとって今回の件なんかはさらにショックやと思うよ。